ね、そういえば。いや、俺個人的にあれだよ。やっぱ初、ね、最初のバルヘイムめっちゃおもろい。まあ、そうだね。バルヘイムおもろかったよな、うんね。眠い時の神田くんがいっちゃ面白いと思ってた。俺はあれが一番好きだよ。あれマジで気持ち悪いよな。マジ気持ち悪い。ひーちゃんは。伸びしながら呼んでた。伸びしながら呼んでも。そうなんだ。お前こんなこと言ってたの？もう一回見て、ひーちゃん、ひーちゃんは、ひーたん、ひーちゃん。ほんまに思う。いや、俺マジでいっちゃんこれが好き。途中もなんかおかしくなってるもんな。最初ひなって呼ぶの。ひーちゃんは。ひーちゃん。大丈夫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 。途中もなんか感じてるもんね。あーとか言って。やばいだろ。どんどん上がってくんだもん。音程が。死ぬ。死ぬ。死ぬ。いっちゃん、これがいっちゃん好き。いや、この頃はね、名前をあの呼ぶ、あれがね、そうね、そう定まってなかったね。にしてもおかしい。懐かしい、これ気持ち悪いな、お前。懐かしいね。ね、気持ち悪いね。ガチで無理。ガチで無理。気持ち、いやでも、こんなキモいやつとね、なんかコラボやろうと思ったら、お前も十分気持ち悪いと思うよ。じゃあ私も一旦配信閉じようかな。配信終えるか。じゃあちょっとごめん、リスナーのみんな裏でいかがわしいことしてくる今から。ごめん。ちょっと配信聞いていかがわしいことしてくる。ごめん、みんなごめん。え僕はあの、知りません。逃げた。逃れようとすんなよ。謝ったら許してくれるんだ、みんな。ね、寝るんで、僕は。ねんねん。ねん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 一番いかがわしいことしてた。最後にもう一回見んがね。もう一回見よ。最後に。締め。最後に。締めくくり。締めヒータン聞きたいな、ちょっと。開くのが嫌すぎる。ちょっと私も音だけ流す配信に。なんで自分の感じてる声聞かなきゃいけないんだ。感じてる声なんだ。感じてる声なんだ、あれ。ひもすぎる。いや、あれはもう実際もうね、いや、でも伸びしながらだったからあんな声になっちゃったから、ちょっとね。画面出すのめんどいから、このまま。音だけ。音だけの方がより多分伝わると思う。ひーちゃんは、ひーたん、ひーちゃん。大丈夫。伸びしながら読んでた。やばいだろ。ひーちゃん、ひーたん。これ。えぐいだよ。ひめー。はい。もうだって、ひーちゃんは、ひーたん、ひーちゃん。大丈夫って言ってるもんね。私マジで焦ってたからね、この時。この時ガチで焦ってたからね。そこまでまだ仲良くなかったからさ。お前そうまだ仲良くないのよ。お前キモまで言えない時だったからさ。もうどう大丈夫しか言えない。いや、この時にお前キモぐらい言えたらよかったんだけど、心配しかできなかった。全然ね、あのね、まだね、分かんなかった。立花ひなのという存在をね、まだね、ちっとも知らないあれだったし、怖かったから、まだこっちは怖いよ、100倍どう考えても、ね、そう、距離感をね、ちょっとね、
押し量ろうとしてた。押し量ろうとか言われるの発射ないだろ。急に抱きつくレベルぐらいの詰め寄り方してるって普通に。じゃあ始めていきます。はい、お疲れ様です。お疲れ。ひーちゃん、ひーた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 。